今日の学言。 Hi everyone! Good morning! ちぐさです。さあ皆さん始まりました。月曜日の朝8時、今日も元気のもらえる学言、そしてイングリッシュポイントをチェックしていきましょう。それでは早速今日の学言は、 Do you know what kotodama is? From the moment a word leaves your mouth, that word affects both your surroundings and you. That's why you gotta sayOnly positive things. 今日の English point は from the blah 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 です。ポイントとしてはこの from the の後の言葉によってどの時だったりどの場所だったりっていうのを表すことができます。同じタイミングの意味でもこれを使うことによって若干のニュアンスが変わります。例えば I started reading the book from the first page と I started reading the book.は若干違うんですよね。同じ意味なんだけれども from the first page っていうつけることによって本の最初から読んでるんだよっていうことを強調できます。で from the の後は必ずしも時間を入れなくても大丈夫です。ということで早速皆さん例題を見ていきましょう。1つ目、 I started reading the novel from the first page。 2つ目、 I started to gain weight from the 30s。 これマジで He's doing well from the get goThe dog started to running from the time it left the door. The dog started to running from the moment it left the door. He came here all the way from west side of the town. はい、こんな感じの6文にしてみました。皆さんいかがでしたか？ GACKT さんはこの学言では言葉の持つ力というのを皆さんに伝えています。やっぱり言葉って私もすごく大切だと思うんですよね。自分の言葉ってもちろん人も影響させるし、自分自身にも影響してくるし、本当に私もなるべくネガティブなことを言わないように、自分自身ポジティブでいられるように、そういう考えであったりそういうことを口にするようにしています。もう愚痴言い出したら止まらないじゃないですか。だったら愚痴を言わずにちょっとねポジティブなことをつぶやくだけで、それに伴った行動ができてくるから、みんなもねこの一週ちょっとね弱気になることももしかしたらあるかもしれないんだけど、グッとこらえてちょっとポジティブウェイで考えてそれを口にしてみましょう。今はちょっともしかしたら大変かもしれないけど絶対乗り越えられるから自分ならとか、そういう風に声を自分自身にかけていってみてくださいね。はい、ということでこの1週間も素敵なウィークを皆さん過ごせますように。 Nextep ちぐさの YouTube 英会話教室では毎週月曜朝8時に GACKT さんの Instagram から学言、そしてちぐさの English Point を皆さんに紹介しています。また皆さん来週見てくださいね。じゃあ1週間また一緒に頑張りましょう。ポジティブにね。バイバイ。